田園交響曲は、イギリスの作曲家、レイフ・ボーン・ウィリアムズが作曲した3番目の交響曲。1918年から1921年にかけて作曲され、後に交響曲第3番の番号も与えられた。全四楽章よりなる。ボーン・ウィリアムズが第一次世界大戦に従軍していた時、ラッパ武器がオクターブの音程を間違えて7度音程で、 吹いていたところから発想を得たという。このイメージは、第二楽章のナチュラルトランペットの独創へと受け継がれた。全部の楽章がモデラートあるいはレントからなっていて、ほんの一部を除いて、曲中にテンポの速い箇所がない。コイン音階に近い先法や、印象派の影響が強い火星など、ボーン・ウィリアムズの公共曲の中では親しみやすい、部類に入るが、友人バターワースを含む、 第一次世界大戦の犠牲者への番下であると考えられている。バスーンを除き三冠編成となっているが弦楽器の独奏も多く用いられる。また、この曲で用いられる独奏は歌詞を持たないボカリーズである。ただし、以下のパートは省略が可能である。その際には他パートの奏者がそのパートップに書かれた影布を演奏する。また、 ナチュラルホルンとナチュラルトランペットは通常のバルブのついた楽器で代用できるがその場合は作曲者の意図した第7倍音、第9倍音の音程はトランペットでは再現されないことになる。流れるような旋律と印象派的な美しい火星に支配される楽章。音楽は即興的に次から次へと移り変わっていくような印象を持つがその他形式による。第一主題は低減。 ハープによる上昇を繰り返す音恵と、独創バイオリンの加工する音恵よりなる。第二主題は、コーラングレがそうする、ひなびた旋律である。ホルンの奏でる主題によって開始される。雰囲気は、第一楽章よりも瞑想的になるが、やはり次々に流れるように旋律が移り変わる。途中、弱音の中から、ナチュラルトランペットによるカデンツァ風のソロが湧き出て一時的に、 オーケストラは高ぶるが、すぐに沈静化してしまう。楽章の終わり近くで同様にナチュラルホルンが、クラリネットの対戦率を伴って呼びかけるが、今度は弦が弱々しく上昇するだけで、楽章はそのまま終わってしまう。実質上のスケルト楽章だが、早くなく、作曲者はこれをスロー、ダンスと形容した。A、B、A、B、A の形式による。 A は低減と金管による重々しい受け答えから始まる。B はトランペットによって導かれる輝かしいトリオ。最後の A にはプレストのコーダがつく。コーダはこの公共曲で唯一早いテンポの音楽が現れるところで A の素材がフーガを用いた室内学的な処方で処理される。瞑想的な先の3つの楽章に比べて感情的な雰囲気が強い楽章。 ティンパニのロールの上で歌う、ソプラノあるいはテノール独唱による先方的なレチタティーボから始まる。その後木管から開始される、ヒカチョウの主題が次第に気分を高めていき、その頂点で、学賞冒頭の旋律が高音楽器のユニゾンで熱情的にそうされると、主題もトロンボーンから全オーケストラへと発展して、最後の山場を作る。曲の最後では、読書が消えるように歌って終わる。 ありがとうございます。